大逆転裁判、なるほど龍之介の冒険、続きをやっていきます。では、前回新しい証拠、ワトソン教授の診察表が出てきて、その内容の中に、いいですか、歯科診療所の診察表、被害者は事件当日、抜歯の治療を受け、水以外の飲食を禁じられていた。なので、一人で食事を楽しんでいたという証言に矛盾が生じてきたんだよね。なので、ここから快進撃いきますよ。この診察表が事件と関係ない。本気でそう考えているのですか？なんだ急に。脅かすな。汗すごいぞ。もう汗すごいぞ。今後そんなぐらいの汗じゃないぐらい汗かかしてやっかんな。考えるまでもない。関係ないに決まってる。この堀田診療所が歯科医院だったとしても？歯だと？そんなの知ったことではないわ。その歯科医院で被害者が歯を抜いていたとしても？来たよ来たよ。なんじゃと？そしてそのせいで被害者が食事を禁じられていたとしても、あれ世界てぞ、ちょっと待て、貴様何を言っておる。食事が禁じられていた、一体何のことだ。みんな汗かいてる。もうクローマルもさ、クローマルも鼻水出ちゃってんじゃん。じいちゃんも前のめりの下で出し、ちょっと見切れてるから気になるんだよな、いつも隣。すべてここに書かれている通りです。麻酔の残留により、施術より3時間水以外の飲食は厳禁とする。なんだと、そんなバカな。ご老人、なんじゃ。お聞きの通りです。あの事件が起こった午後2時過ぎ頃、被害者は食事をすることができなかったのです。バカな。そしてもう一つ。なんだ。あなた方は自信たっぷりに断言していました。被害者は一人で食事を楽しんだ。そうだよね。普通抜歯して食べれない人が一人で食事を楽しみに来るわけがないよね、レストランに。お、台湾が板についてきたぞ。しかし、そんなことはありえないんだ。やっぱ、汗かいてるというか、やばいと思ってるってことだよね。嘘を言ってるってことだよね、やっぱり。だって、被害者は麻酔で歯を抜いたばっかりだったんだもの。ばっかりだったのだものって。あー、すごい、攻撃が来た。よし。もう HP ないぞ、あの二人も。よくぞ言ったな、相棒。その言葉でこんなにかっこいい感じになる？まあいいか。あー、赤、黒丸。おっと、来たが、また。何を言い出すか、この小僧め。だって真実を言ってるだけですよ、こっちは。くだらぬ言いがかりだ。見ろ、この写真を。だ、椅子の位置が違うんだって。こっちに被害者座ってたんでしょ？椅子の位置おかしいじゃん、これ。どう考えたって。この通り、確かに被害者の食卓にはビフテキがある。愚かな。それこそが矛盾なのだ。わからんのか？なんだと？たった今、状況は大きく一変したのだ。そうだな、なるほど。あ、そうだ。え？じゃないよ。もちろん、そうですとも。被害者は抜歯術の直後で食事ができなかった。もしそうであれば、次なる疑問はただ一つ。そうなんだよ。そんな人が一人でレストランに来るわけがないじゃん。ってことだよね。このビフテキは一体誰が食したのか。あ、そっち？そうだよね。これは誰がだよね。絶対被害者じゃないもん。こっちに座ってたわけだから、ワトソンは。これ誰だ、でも。
弁護側の考えを聞くとしよう。良いな、弁護人よ。いわゆる僕ですね。いいか、この答えこそが始まりなのだ。貴様の大逆転、見せてやるがいい。あ、かっこいい。見せましょう。わかりました。このビフテキを食べたと考えられる人物とは？被害者自身はないでしょ？僕、この、なるほど、ではない。二人の証人。それ以外の第三者。それ以外の第三者なんじゃない？違う？行くぞ。よし、これだ。行け。もちろん、あの時、被害者の食卓にいたもう一人の人物です。違うかな？何度も言わせるな。そんな人物はいなかったのだ。見たんだよな、でも。何度だって言います。僕は見ているんです。事件が起こった時、被害者は食事ができない状態だった。しかし、食卓にはビフテキがあり、途中まで食べられている。つまり、誰か他の人物がいた、そう考えるのが自然である。なんでその人物が出てこないかな。ここまで明白な証拠がある以上、先ほどの証言は信用できぬ。そやな。このまま強引に判決に持ち込むつもりならば、我々は司法省に訴え出る。そしてとことん追及してやる。すげすげすげ、つえ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 。もうさ、あのビフテキを食べてないわけじゃん、多分教授は。そのフォークとかナイフとかさ、なんか、なんていうの、 DNA 鑑定、あ、この時ないのか、なんか唾がついてるはずじゃん。なんかそういうのできなかったのかな。あ、葬儀。貴様、大日本帝国の司法を相手に戦えると思っているのか。我々の相手は貴公ではない。なんだと？貴様たちだ、証人。そうね、こいつらが嘘ついてんだもんね、多分。なんじゃと？どういうことだ？証拠が示している通り、被害者は一人ではなかった。もし、貴様らが故意に嘘の証言をしたのであれば、貴様たちは当然、偽証の罪に問われることになる。偽証？しかも、これは殺人事件の審理だ。貴様らは当然、殺人の共犯ということになる。殺人？おっと、改心するか、二人とも。実はってならんか、それで。バカなどうなる？誰待ったしてんの？あ、どうした？勝つ。お前は家族を守らないかんのやろ？ここで殺人罪の共犯として罪になってしまうのを避けた方がいいだろう、絶対。本当のこと言った方がいいだろう。むずくまるよ。そんな話聞いておらぬぞ。なんかおかしいぞ。なんかおかしい。もう、その日暮らし、じいさんも前のめりだし。なんかあんの、やっぱり。殴してんな。我はただ命じられた通り証言しただけだ。出た、命じられた通り。この命じられた通りっていうのはどういうことですか？ねえ、そうじゃ、その通りなのじゃ。ほら、命じられた通りっていうのは誰からどういう命じられたんですか、お二人さん。おかしいですよ。あの、レディーを見なかったことにしろ、と、そう言われて。出た。はい、出た。ゲロったよ。皆さん、ゲロりました。ゲロリアンじいさんです、この人。ゲロリアン。言っちゃったね。ゲロリアンしちゃったね。あ。やっちまった大賞。はい、やっちまった大賞。今年のやっちまった大賞は、日暮さんです。なんだって？証人、ご主人、今、なんて言いましたか？もう一回言って。
ああどういう焦り方それ、ね、どういう焦り方、新しすぎるそれ、焦り方がね、見たことないわそんな焦り方。いや、その命じられた通り証言した。まあそれは将軍も言ってたね。ま、待ってくれ。だからそれはレディーを見なかったことにした。ぐわ、うずくまるくさんもそう命じられたんか、見なかったことにしろと。誰からどう言われたんだそれは。レディーということはつまり、貴様らが見たのは外国人の女ということか。あ、一体これはどういうことなのだ。この証人たちが偽証だと。アウチは知らなかったのかそれ。アウチがそう言ったわけじゃないんだね、言うなって。誰から命じられたんだ。そうなのか、ご両人。ああ、ご両人そうでした。アウチさん残念でした。ご両人そうでした。口がただひたすら口が滑っちまったー滑っちまったーって。まあね、静粛に静粛に静粛に、これはどういうことか。来たよ、来た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 、盛り上がってた。やはり貴様たちが証人どもに口止めをしたのか。違うっぽいよね、うん、アウチじゃないっぽいな、汗かいたもんね。知らぬ、検察局は感知しておらん。誰だ命じたのは。あ、ちょっと軽くなっちゃった。それでは皆さんは一体誰に口を封じられたのですか。うん、誰誰。それは、あ、もうすごいすごい、もうダダ君もうダメだ、もう黒丸がこうなっちゃっちゃもうダメでしょ。父ちゃんもね、父ちゃん痛い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 、やるか、行った方が楽になるよ。罪に問われるんだよ。だって家族もいるんでしょ。ほら、クローマルが行こう。父ちゃん嘘ついちゃダメ、父ちゃん嘘ついちゃダメって言ってるよ。犯人の共犯にされても構わぬと言うつもりか。そんなの信じられるか。なるほど、彼らのあの様子を見るとどうやら連中は強大な権力によって口止めされているようだな。だね焦りの状況がもう、じいちゃんじいちゃんしっかりして、動揺の仕方が独特だからしっかりして。そしてあの検事様はそのことを知らされていなかったようだ。そうね、アウチは知らなそうね、汗かいてるし。なんだって。でもそんな権力なんて限られているぞ。そうだね、政府の役人ってこと。うん、大日本政府か軍か、それとも警察か。こっちじゃない、政府じゃないやっぱり。どうだ、なるほど、彼らを口止めした人物に心当たりはないか。そのものを名指しできればさらに追及できる。2人の証人を口止めした人物を指摘する。でもこれ、あのボーイがやっぱ怪しいよね。ボーイがとして出てきたあいつが怪しすぎるよな。ちょっとこんな気せん。当然その場合証拠が必要になるだろうがな。そうか、その証拠ないもんな、ないもんな。あ、ちょっと待って、ある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 。それも一回法的録見ていい？あいつの名刺だ。名刺なかったっけ？名刺名刺名刺。でも名刺詳しく見れるんでしょこれ。あ、見れる。ちょっと見ていい？これ。これだ。あ、早かったこれ。まあ、いっか、ちょっと思いついちゃったから、ちょっとこっち。この見取り図にはいつか気になる点がある。あ、確かにな。これ裏返したいんだよな。事件現場の位置関係を正確に写して撮ったはずなのに、貴様が見たと連呼する女の姿が書かれていない。そう、そうなんだよ。それにもう一つ、見ろよ、ここ厨房って書いてあるぜ。うん、ん、ああ、確かに書いてあるが、
書けないぜ、とっさに厨房は。特に厨の字が。そうか、そういうもんか。まあ、貴様らしい着眼点だな。なるほど。でも確かに厨房って言われてすぐ書けないかも。あんまり書いたことないもんね。それだけじゃなくて、裏返すのどうやんだっけ。あ、こうだこうだ、よし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 、ちょちょちょ、あ、もう出たじゃん。ちょ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 、ほらほら、やっぱりそうだ。やっぱボーイじゃねえじゃん、細長。うわ、こいつは驚いたな。あった証拠、これぜずっとしたかったの、ずっと裏見たかったの。どうしたか、アソギ。ここだ、あの証人の名前が書かれている、細長悟。そりゃそうだろう、なんたって名刺なんだから。問題は名前じゃない、肩書きだよ。肩書き、あ、帝都警察第一捜査係刑事部長細長悟。出た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 、どういうことだよ刑事って。来た。それはわからないが、警察という権力があれば多少強引なことでもできそうだな。おーっと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 、証拠があった。裏には、現場の見取り図、表には細長の身分が刑事だと記されている。ボーイじゃなかったわ。出た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 、ちょ戻ろう。よし、オッケーオッケー、これだね。もう見つけたぞ。オッケー。証拠だってそんなのあるわけが。今見つけたじゃんね。今ちょっと早かったか。待て、なるほど、さっきのことを思い出すんだ。え？さっきこいつを調べて新しい手がかりを見つけたな。ああそうだったな。ちょやべえ、早かったか、やんの。でも思いついちゃったからやっちゃった。俺たちには他にも証拠を持っている。何か手がかりがないか調べてみるべきかもしれぬ。オッケー、調べていた。今すぐにな。ごめん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 、やっちまったやっちまったよ、もうそれ。さあどうなのか。証言の捜査など立証されれば重罪であるぞ。お待ちください、裁判長閣下。このアウチ、天地明神に誓って知らされておりませんでしたぞ。まあそうだろうな、お前みたいな下っ端にやな。来てないわ。天地明神に誓ってでは被告人、いや弁護人よ、機構の考えはどうか。はい。ダメだ、もう考えてる時間はない。とにかく思い当たる人物の名を目を閉じて叫んでみるんだ。え、もう大丈夫だよ、そんなの。もう思い当たってるから。あ、深呼吸してね、叫ぼうぜ。検事さん以外で証人たちの証言を操作する力を持つ人物とは、お前じゃ、お前じゃ、さっちゃちゃちゃる、細長さっちゃる、お前だ。お前はボーイじゃないだろ。よし、突きつけるぞ。行け。はい。こいつだろ。その名前は細長悟ではないでしょうか。細長といえば先ほどのボーイ。なんだ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 。バカバカしい。レストランのボーイが何のために証人の口止めをするというのだ。それに、ボーイごときにそのような力があるはずがない。そうだろうな、お前は知らないもんな、何もな、アウチはな。確かにその通りだろう。もしも、あの者の正体が本当にボーイならば、な。なんだと？あの者の正体？いけ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 ！さあ、なるほど。やつの鼻先に叩きつけてやれ。お、行くぞ。ボーイ細長悟、その正体を表す証拠な。オッケー、これだね。表には細長の身分が刑事だと記されている。よし、突きつけます。えい、はい。これはあの者が書いた見取り図であるな。確かによく気の回るボーイだとは思ったが。いえ、そっちは裏なのです。重要なのはむしろその裏の裏なのです。分かれてないな、表って言えばいいのに。ん？うん？ってなっちゃったじゃん。表って言えばよかったのに。あ、いえ、だからその表なのかな？そう。
行け。いいぞ力強い番。詰まるところ裏の表だったのです。はぁはぁってならん。この大学生は一体何を言っているのか。細長悟はその見取り図を自らの名刺の裏に書いた。名刺には当然そのものの身分が書かれている。ボーイの身分ですと。お、おお。来た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 。そう、デート警察第一捜査係刑事部長とな。な、なんだって、あのボーイがデート警察の刑事。聞いておらぬ、このアウチ聞いておらぬぞ。デート警察といえば市民にとって圧倒的にして絶対的な権力。まあこの昔の時代は警察ってすごいのか、やっぱ権力的に。そうかそうか、まあ今もすごいだろうけど。証人たちよ、まあそこに圧力かけられたら一般人はまあ逆らえないのか。機構たちはあのボーイから命じられたのではないだろうか。現場で目撃したレディの存在を黙っているようにと。どうなんだい。それは、うん、誰、ボーイか、ボーイというか刑事か。あ、来た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 。お前口からでも、お前大丈夫か。お前間に入ったな、じいちゃんとじいちゃんと軍人の間に入ったな、これ多分。細長刑事、来た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 。ああもう両サイドはもうボロボロです。両サイドね、あなたの両サイドはボロボロです。実は嫌な予感がしておりました。あの見取り図の提出を求められた時に、ちょっと拒んだもんね、やっぱね、提出を。それではあなたの書いた見取り図、念のため提出を命ずる。え、それはどうした、早く提出するのだ。あ、は、はい。かしこまりましたでございます。あったね。そういえばあの時、名刺の提出を求められてためらっていたように見えたな。どうせやるなら完璧な捜査を。それが私の心情でして、ついあのような不用意な書き取りをしてしまったのです。メガネ下げたぞ。あれは大失態でございました。それではそなたは本当に刑事だったのですか。そうでしょう。なんでボーイに変身したの。しかしなぜ帝都警察の刑事がレストランでボーイをしていたのですか。あ、もしかして刑事って意外にお金潜入捜査というやつです。本当にボーイをやってたってこと。ん、潜入捜査。うん、何潜入捜査。あのレストランでは現在ちょっとした事件が起こっているのです。盗難、このじいちゃんなんか盗まれたって言ってなかった。それを捜査するためにね、ボーイの姿で現場に潜入していたのです。レストランの事件、それは一体どのような、何の事件。捜査上の秘密を明かすことはできません。今回の殺人事件と無関係であることは断言できます。本当か、もうお前の言ってることあんまり信用できんぞ。むー、それでは細長刑事よ、一つ確認する。まあね、なんでその女をの言ったこと黙ってろって二人に口止めしたかっていうのはなんで。なんなりと裁判長閣下。ただいまこの証人たちは新たな事実を口にしました。事件当時被害者の食卓にはもう一人の人物がいたと。うん、証言したね。それについてはどうなの、見たの。もしそれが本当のことであれば、当然彼らの急死、あの急死をした
気候自身もそれを知っていたはずです。しかし、気候はそれを証言しなかったばかりか、刑事としての権力を使って証人たちの口止めをした。以上、相違はないか？あ、大丈夫？大丈夫じゃない。大丈夫じゃない。もう、相違ございません。なんで？なんでそれをさ、口止めをする理由はなんで？それが問題じゃない？なんですって？やはりか。拭いて、バーン、なんだ？あ、銃声を聞いて急いでキッチンから飛び出したとき、私が見たのは、ぐったりとした被害者と、その隣に立った拳銃を手にした大学生と、食卓の向かい側に座っていた英国人と思われるご婦人でした。なんでそれを隠すの？やはりそうだったか。私はすぐに店内を封鎖して、警察本部に事件の報告をしました。その時、私は本部からある特務指令を受けたのです。特務指令、それはもしかして、現場の英国夫人を直ちに現場より退去させよ。ああ、関係なかったことにしろってことか。ああ、すごいこれなんか大掛かりな事件かこれ。なんか、なんだ？この人もだから上の命令に従っただけってことになるよね。あの場に英国夫人がいた。事実を完全に隠し通す。それが警察本部からの絶対的な命令でした。ほう。なぜ？でも、もしもその英国夫人が犯人だとしたら？それ以上口にしない方がいいでしょう。なんで、なんで、何？真実を暴きたいだけなんだ、俺は。我が国にとって英国との交友関係は何よりも重要な最優先事項。英国人が殺害され、その容疑者として英国人の女性の名が挙がることなど、完全無欠なる根拠がない限りあってはならぬことなのです。つまり、それが幻の女の消えた理由というわけですか。そんなだよ、こっちは。それで俺犯人扱いされてんだぞ。何も知らないアウチがどうしようってなってる。サウチどうするよ、こっから。その人、証人として連れてこれないの？ダメなの？英国夫人。そうしないと事件解決にはならんよね。その人連れてこないと。一つ、思い当たることがある。何？麻生儀？我が有名大学は英国帝国からの、大英帝国からの留学生を受け入れている。現在も医学部の研究室に英国人の留学生がいるはずだ。確か、女の人なのか。ああ、若い女性だったはずだ。ほう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 。なんだって？あ、まだ。両脇なんとかしてももうさ休ませてあげていいんじゃない？もうずっとこの状態でしょ、さっきから。多分痛い。もうそろそろもうこれポンって取れる頃。これさすがは優秀な学生弁護士ですね。自身が司法留学生に選ばれるだけのことはある。それではあの英国夫人を事件の現場から退去させた時、念のためにその身元だけは確認しておきました。その者の名を申し述べるがよい。連れてきた方がよくない？教授の食卓にいた英国夫人の名はミス・ジェゼル・ブレッド。
有名大学医学部、被害者の研究室にいる留学生だそうです。ほう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 、なんですって。私は警察本部の指令により英国夫人の存在を隠し、この者たちにもその口を閉ざすよう圧力をかけたことを認めます。まあこいつはこいつで上から言われちゃったんだもんね、組織の上からね。あとは裁判長閣下のご判断に任せます。ダメでしょうね。それよろしい。それでは本法廷の見解を述べる。見解。本件はある大前提をもとに審理されてきたものと考える。すなわち、被害者は事件当時一人で食事をしていた。しかし、その大前提が崩れたということになれば、本法廷はその事実を無視して判決を下すことはできない。そりゃそうだよな。さ、裁判長、しかしそれでは午後までに大英帝国へのご報告の打電ができませぬ。そうなれば大日本政府も黙っていないかと。控えるがいい、アウチ検事。そうだよ、そんなことじゃなくない。こっちは殺人事件だよ、人死んでんだ。その真実をさ、ここでさ、暴くことがこの場でやるべきことなんだよ、アウチ。お前も組織の一員だから仕方ないけどよ。我が大審議員の判断は、日本政府の影響を受けることはない。いい裁判長はすごいまともだわ。細長刑事よ。は。大至急、ジェゼール・ブレッド城の身柄を確保の上、出頭させるように。お、いいぞいいぞいいぞ。かしこまりました。おお、いいぞいいぞ。刑事、本部の特務指令に背くことになりますぞ。やっぱこのさ、細長刑事もさ、やっぱりいいやつ、いいやつっていうか、やっぱそうだよね、こうしなきゃって思うよね、もうここまで来たら。もう仕方ないね。先ほども申し上げましたが、どうせやるなら完璧な捜査を。それが私の心情なのです。そうか。だから真実を暴きたい気持ちはまあ一緒だから、もうここまで来たらっていうことね。協力してくれんのね。それで刑事さんの立場は大丈夫なのですか？あ、か、優しい。この子に及んでこの刑事さんの立場を心配して、なるほど、お前優しいな。お前殺人犯としてやられてる。あ、それよりもそうだった。この人、もうやばいんだった。大丈夫か？大丈夫じゃない。はい、大丈夫じゃない。大丈夫じゃないでしょう。なんだそれ。なんだそれ。どんとこいです。いいやつ。やばい。細長悟る、いいやつ。いいやつに変身。ああ、両サイド落ち着いてるわ。両サイドいつの間にか落ち着きを払ってた。ちょっと心配だよ、それよりも。ああ、だから吹きな。心配だわ。審理はここで一旦中断する。そうだね。来ないと。ブレッドね。ジェゼールブレッドが来ないとね。検察側は、英国留学生、英国人留学生、ジェゼールブレッドの召喚を命じる。よいな。は。はあ。もうアウチもパニックだろうな。もう自分が知らないことばっかり出てきて。それではこれより本法廷は30分の休廷に入るものとする。おお。あ、続いちゃった。そうかそうか。で、ここから休憩して、あげたで保存しますか。保存します。はいはい、保存しました。同日午前11時38分、大審院被告人控室合コート。だから、こっから休憩して、で、また、連れてきたタイミングで始まるんだよね。じゃあ、ちょっと今回はここまでにしたいと思います。じゃあ、次回、ジェセール・ブレッドだっけが来て、
どんどんだから新しい真実とか証拠とか出てきそうだね。これはいい感じになってくる。ただもう午後にその英国の方に何電報っていうかそのな打電って読むのかな、あれを打つことはもうちょっとかなわなそうだよね。ここは30分休憩した後また始まるんだもんね。でもそれことは関係ないと、この事件をちゃんと真実を暴くことがこの場でやるべきことだと裁判長が言ってくれたんで、すごいいい具合になりそうだと思います。こっからどんどん巻き返していこう。ではご視聴ありがとうございました。次回も頑張ります。お楽しみに。ゲームが上手になりたいな、もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントロール握る。でもいつもお母さんは似ていてばかりで、俺も